パリ五輪第四日体操、2024年7月29日ベルシーアリーナ、団体総合決勝が行われ、橋本大輝、セントラルスポーツ、萱和磨、銅、谷川晃、銅、杉野正隆、特集会、岡慎之助、銅、の日本が259、594点で16年リオデジャネイロ五輪以来となる金メダルを獲得。 最強ライバルの中国を破った27日の予選では2位スタートエース橋本は度重なる負傷で不調が浮き彫りになり金メダルに黄色信号が灯っていた決勝前夜の28日選手村では涙のミーティングが行われたという日本協会の水取久氏教科本部長らスタッフが話をした後首相の加ヤが僕からも少し話をさせてくださいと切り出し 絶対に僕は2番じゃ嫌だと泣きながら力強く訴えた。橋本も絶対に明日死ぬ気でやりますと涙声で語ったという。パリの夜に結束を強め挑んだ決勝ミスしても決して諦めなかった。橋本は正直ちょっとしんどくてでも昨日のラストミーティングで話し合ってみんなのために戦いたいみんなで金メダル取りたいと心の底から思えた。 今日はどんなことがあっても最後までやりきってやると思ったと振り返った。